見てください。入ってすぐにこんな大きな池があります。下にはこんなふうに鯉たちが泳いでいます。餌もらえるとって集まってきた。50円って書いてある。延長円ぶりですけど。動画を見ていただきましてありがとうございます。旅すべき者男子はおしんです。この動画面白かったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。さて、もうだいぶ話数を忘れてきました。すみません。2泊3日、岐阜旅行、おそらく第12話ぐらいだと思ってます。その感覚で今カメラ回してるんですけれども、見てください。この古い街並み。古いっていう言葉がね、はばかりがあるというか、遠慮したくなるぐらい素敵な街並みですよね。で、ここから何をするかと言いますと、飛騨の里に向かいたいと思います。というわけで、今回の旅始めてしまいましょう。飛騨の里行きます。バス停高山陣屋前まで戻ってきました。1回の利用料、こちらに書いてある通り100円なんですね。本当言うと周遊バスの1日フリー乗車券が500円なので、それを使おうかと思ったんですが、随分とも目的の方を達成してしまったので、これでサルポボバスというのがあるんですが、この飛騨の里へ向かう方のバスなんですけれども、まあここに向かったとしても200円で済みますし、一度宿に戻ろうかと思うので、次のバスが来るのがこのルートで行くと、ちなみバス右回りが59分で、匠バスというのもあります。匠バスが15時1分なので、これに乗りたいと思います。宿まで一旦戻ってきました。で、なぜ宿まで戻ったかというと、ここから飛騨の里はすごく近いんですね。看板がこうやって出てるんですけど、ここから歩いても飛騨の里には行けます。なので周遊バスを使ってここまで戻ってきました。で、あとはもうここから先は急な坂が続くんですが、歩いて飛騨の里へ向かいます。前の動画で少し飲みすぎて若干お見苦しいところもあるかもしれませんけど、でそこはどうかご了承ください。うどん屋さんもありますけど、今は立ってないみたいです。西側何もないかと思ったら地ビールの工房がありました。あ、営業中だ。営業中って看板出てるけども、営業終わるな。ここはちょっとやめましょう。こっちにもなんか飲食店あるみたいですね。向こう側に比べると古い街並みに比べたらちょっと少ないですけどね。ここも営業してなさそうだな。テリーベアビレッジ、飛騨の里見えてきましたね。あと 300m です。ゆっくり回りましょう。こっちが飛騨の里だそうです。やっぱり息上がってきました。大変大変大変。今日はおそらく営業していないでしょう。準備中でした。多分もう間もなく飛騨の里到着できます。というわけで飛騨の里到着しました。現在地マップ上ではこの辺りらしいんですけど、入管事務所向こうなので行ってみたいと思います。昨日の下呂温泉合掌村よりはゆっくり見て回れるはずなので行ってみましょう。残念ながら端午の節句のイベントは終わってしまったようです。普通に楽しみたいですね。今回は入場者の方へマスクを着用、支払いはまとめて、見学するときは十分な距離を取りましょう。ということで飛騨の里行きます。階段のない道行きましょうか。足元に気をつけて。意外と裾を踏むんです着物は。なんてそこですね。ああ、昔ながらの民家の建屋があります。飛騨民族村、飛騨の里一般入り口、ここですね。1枚ください。歩きできました。宿がすぐ近くなんで。ありがとうございます。こちらが入館券ですね。パンフレットももらいました。見ていただいて分かる通り、入ってすぐに大きな池があります。で、下にはこんな風にね、鯉たちが泳いでいます。あ、餌をもらえるとって集まってきた。じゃあ延長円ぶりですけども、ここにね、鯉の餌50円って書いてあるので、やっていきましょうか。チケットオフィスの方に100円を50円玉に変えてもらいました。穴が開いてるの50円玉ですね。で、これをここにポションと入れました。はい、これがこの飛騨の里で鯉たちにあげられる鯉の餌です。これをあげていきます。じゃあ鯉に餌あげていきます。もう完全に待機中。おれおれ、かなり大雑把すぎる。しかも餌めぐってバトルが始まっている。戦いが始まっている。誰が一番よりおこぼれに預かれるかっていう。じゃあこれもあげていきますよ。おれほら、よいしょっと。
はい、ほらほらほら、まだまだあるぞ。まだまだありますよ。ほれ。油断してるとどん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 火から火から火が出てくる。あげちゃいます。はい。どうかな。食べましたね。ほれ。完全に戦いだ。仲間意識なんゼロ。ほれ。仲間意識ありませんね。さあ、残り2つ。ちょっと大きいです。ほれ。お食べ。戦ってます。じゃあこれでラストです。いってらっしゃい。油断したな君たち。ということで以上、鯉のド S 餌やりでした。もう終わりだよ。ではここからは普通に巡っていきたいと思います。この順路に沿っていろいろ見ていきたいと思います。おすすめのスポットなんかを見ていきながら歩いていきたいと思います。もともとここの山頂にはマスクラ城っていう山城があったんですね。さすがに今日は上がりきれないな。見ましょう。ここはゴアミーってね、ゴアミポンドって英語でも書いてある。軽く子供心に戻ってやってみます。水鉄砲ここにあるんですけどね。で、水鉄砲のやり方、こういう風に書いてあります。で、水は安全なように水道水になっていますね。まあ飲んだりはしないですけどね。まずは水を入れましょう。入ったんでしょうか。ちょっとやってみましょう。こっちに向けてはダメ、的はあくまで向こうなんで。じゃあやってみます。じゃあ水鉄砲当てていきますよ。せーの。思いっきり自分にもぶっかかったんですけど、これちょっと当たりましたけど最悪。最悪ですよこれ。自分にもかかっちゃった。僕が水に濡れてもあんまり絵にはならないというのに。というわけで水鉄砲で久しぶりに遊んでみまして、自分にもバチが当たったという結果になりました。羽織までびしょびしょ。ここにも鯉の餌ありましたね。で、向こうにはマガモさんがいます。パッ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 。何をやってるんだ僕は。こういう感じの雰囲気いいですよね。やっぱりこの大きな池があると雰囲気が違いますよね。なんか看板が見えてきましたよ。こちらが旧荒池、そしてこっちには旧西岡家あるそうです。六地蔵、これがその六地蔵みたいですね。6体お地蔵さんがいます。途中で順路が消えてしまった。どう進めばいいんだろう。ちなみに言うと、今この段階でこの先に行くのはやめましょう。辛すぎる。今の僕には辛すぎる。地蔵菩薩と馬頭観音、馬の顔をいただいた観音様だそうです。行きましょう。ゆっくり回っていきましょう。昔のね、農村の暮らしぶりがここでは体験できるらしいので、この中に実は国の重要文化財なんかも展示されてるみたいですよ。木々の向こうに見えるゴアミ池、いいですね。だいぶ登るのがしんどくなってきたな。しんどくなってきました。向こうにはまた別の看板があるみたいで行ってみましょうか。わらび小屋ありました。ちょっと中に入ってみようと思います。ちなみに説明はこんな感じで、中に入ります。わらびとわらび粉についての説明、こちら英語版もあります。わらびの粉、わらび粉の作り方、パネルで6枚用意してあります。ここにはわらび粉小屋の模型がありますね。続いてこれが箱と呼ばれる道具ですね。
どうやらこれがわらびを乾燥させるための道具だったよ。下にはそのためのいろりがあります。ここから先は立ち入り禁止なので入りませんが、これがティネですね。これで乾燥したわらびを砕いてわらび粉につけていく。ここには今イラストがあります。なので触らないでくださいということなんですけど、触りません。取るだけです。なんじゃこりゃ。以上がわらびこ小屋でした。ここにはご安院線に流れる小川が向こう側には続いてるのかな。そしてこの先には水車が回ってます。この小川とこの木の管を使って水が流れて水車を回してるみたいです。別のところを見ていきましょう。階段だ。階段ありますね。階段苦手なんですけどね。行きましょう。行きましょう。よいしょ。よいしょ。旧西岡家住宅。白川村カズラの年中中の栗として建てられた切妻合掌造りの家です。なるほど。だから屋根の角度が急なんですね。大きな鯉のぼりだ。びっくりした。あれ飛騨牛ですね。飛騨和牛安福号模型があります。真っ暗な中に急にドーンって出てきたからびっくりしちゃった。ちょっとだけ入ります。合掌造りってこういう感じの屋根になっているんですね。勉強になるな。お、迫力。安福号大迫力だ。ちょっと心臓に悪いで、ここが何だろう、水汲み場か何かかな。こんな風になっています。閉館の時間までまだ50分ほどありますからね。この小川に沿って歩いてみたいと思います。このぐらいの傾斜だったらまだなんとか歩けそうです。現在地がここですね。ここにいます。もう全然順路無視してるな。ここは危ないので入らないでくださいということだそうです。ここにも水車ありました。こんな風に水が流れて水車を回すと、回った水車の水がまた下の水車を回すということみたいです。あれの風景、主の寄り合いは。ちょっと行ってみましょう。完全に目的見失ってる。すみません。これがさっきあれの風景と書いてあった建物なんでしょうか。これ昔僕も田んぼを作ってたんで使ったことありますね。遠見だ。遠見は確か使ったことあります。でこのお宅は旧前田家の住宅、奥飛騨温泉町高坂上坂、ちょっと読み方が分かりません。ここではあれとけ冠婚葬祭の様子が展示されてます。ちょっと見づらいですけど、場所はあんな綺麗な花嫁衣装を着ていたんですね。向こうにも展示あります。よかったらゆっくり見てください。今回はここまでです。恵比寿様、七福神の一神ですね。ゆっくり回っていきましょう。これかな、田んぼ。懐かしい。今はちょうど田植え前だから稲も何もないですけど、ここでも田植えをやるのかな。それとも子供たちがいっぱい来たら田植え体験でもするんでしょうかね。だいぶ歩きましたね。今ここにいます。ちょっと大変だったけど、でも意外と頑張ってみるとそんなに大変でもなかった。僕も早くこの感染症に落ち着いてくれることを願うばかりですね。僕以外に人がいた。
旧田口家住宅国指定の重要文化財なので禁煙してください。タバコは吸わないようにお願いします。まあ、僕タバコ吸わないのでこの心配がなくてよかったです。なんかこんな風になってます。あ、懐かしい。うちの実家にもかつてはあったんですよ、仏壇が。時代とともにっていうか時が経つにつれて仏壇を家に備える風習とかスペースの問題もねあってできなくなっちゃったんですよね。懐かしい。はずみ家住宅、ほずみギギギギバナの音かなと思ったこいのぼりの音でした。軽く覗いていきましょう。お邪魔します。へそり取りが欠かせなかったんですね、昔の飛騨地方にとっては。緑があっていろんな形のソリがある。これは石を運ぶソリ、それからこれは馬ぞり平らのところで輪に引かせました。このソリがこちらだそう、白川場ソリ、金馬ソリです。こんな風にソリ引いて木材運んでたんですね。かかってたんだろうな、腰も痛くするだろうし。鐘つき堂がありました。せっかくですし煩悩退散の意味も込めて鐘を一突きしていきます。じゃあ行ってきます。何をやっているんだ。行きます。完全に鐘のつき方のマナー無視しちゃったんですけど、できたらこの順番でやってください。お辞儀をして鐘を一回ついて願いを込めてお祈りをすると。どうもすみませんでした。こっちに匠神社あるそうです。木の向こうにありますけど、これですね。階段きついので上がりません。ごめんなさい。ざっくりですけど、だいぶ巡ってきました。時間もだいたいいい時間帯になってきましたね。だいぶ苔むしていい感じの風合いになってきてますけど、これ獅子おどしだそう。匠神社までやっぱり90段あるそうなんですけど、今日はやめておきます。こちらから見える風景をお楽しみください。鉄アングルからの匠神社をご覧いただいてます。以上です。これは何でしょうか。紙すき小屋、和紙をすく小屋みたいです。ちょっと軽く見てみます。
ここでたまに紙すき体験やってみたいですね。手すき和紙とか構造の準備、ちょっと軽く中入りましょうか。あんまり遠目からやっててもね。これが構造、朝構造、岩皮、いつまた、あと実際の作業の経験、モノクロ写真。なるほど、構造を白くするために雪さらしという工程を挟むみたいなんですね。その説明はここに書いてあります。その上で紙をすくと、あ、さっき見た鯉のぼりの写真ですね。あれちょっとびっくりしたな。そろそろ終わりが近いみたいですね。吉実家住宅、なんかこんな風になってます。ちなみにこの中も飛騨地方ならではの建屋の作りになってみたいですね。合掌造りって合ってるでしょうか。間違ってたらごめんなさい。下の方こんな風になってます。今日は上がりません。本当にいろんな昔ながらのお家があって、同じものが一つとないから勉強になりますね。ちなみにここ映した方がいいかな。これ千鳥場なんだそうです。まあちょっと残酷なことをやってますけど、こんな風に爪切りあって、馬の食欲がない時には鉄棒を火で熱して馬の顎を焼くということもやってたみたいです。あと馬の顎や舌に刃物を刺して出血させるという方法もあって、だから千鳥場なんだそうです。まあ、今では馬が少なくなったから、こういう風習はほとんどなくなったっていうことですけど、だいぶじっくり見て回りましたね。今日はなかなかに静かですよ。人もいないし、感染症の影響もあるかな。というわけで一通り巡ってみました。そろそろね、こちらの施設の方の閉館時間近づいてるみたいです。私が休憩所、最初からここに来ればよかった。トイレはここ。ゆっくり回ることができました。よかったです。というわけで今回の動画いかがだったでしょうか。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。